デビッド・トーンは、アメリカ合衆国の音楽家、ギタリストである。ニューヨーク州、アミティビル出身。1970年代より、ECM レコード、ウィンダムヒルレコード、CMP レコードからジャズ的な作品をリリースする。それらの音楽活動を通じて、単なる、ジャズギタリストにとどまらず、様々なエフェクト技術、ループ奏法、 サンプリングを試みた前衛的な作風を開花させ、その才能はジャズの世界にとどまらずむしろロックミュージックの世界で注目されるようになる。1980年代にエブリマンバンドに参加して2枚のアルバムを発表。その後はミック・カーンが持つフレットレスベースの才能を見出し、様々なソロアルバムに参加した。一時は 音楽界からの引退を考えていたミック・カーンを励まし、その後の音楽活動を支えたエピソードがある。その後、デビッド・シルビーアン、坂本隆一、デビッド・ボーイ等の音楽作品に参加する。ビル・ブルー・フォードとトニー・レヴィンのブルー・フォード・レヴィン・アッパー、エクストリーミティーズでもアルバムを制作し、メンバーは作品ごとに流動的ながら、ロックミュージックにおける知名度を高めた。 また、映画音楽における活躍も目覚ましく、握力へ、プライド栄光への絆、ビリーブインメ、ラースト、その彼女などのサウンドトラックを担当している。そのように、音楽ジャンルを超えた、幅広い活動を行いつつも、ECM レコードには現在でもとどまり、ソロアルバムをコンスタントに発表し続けている。ループ双方、サンプリング技術に関しては、 サンプリング CD および CD r o m など、製品化されているものもあり、DTM の世界でも知られるようになる。ありがとうございます。